アロハユーリです。ハワイの情報をお届けするアロハストリートというメディアの編集スタッフが、海の見えるスタジオことアロハストリート編集部の会議室からお届けするラジオです。が、現在もリモートワーク中につき、各自自宅よりお届けいたします。本日のお相手は、編集部のエリカと、ヒロヨです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。実は、エリカさんは最近、ご家族がハワイにいらしていたんですよね。うん。そうですね。つい先々週、先々週か、ぐらいまで来てました。はい。なんか、先ほどお話をちょこっと伺ったところ、なんと、お父様は40年ぶりのハワイだったんですよね。そうなんですよ。なんか、そう、父は多分40年前に新婚旅行で母と一緒にハワイに来て、で、それ以来ずっとハワイには来てなかったんですけど、まあ、今回その父がハワイに来た経緯を話しすると、まあ、メインのイベントは私の結婚式だったんですけど、まあ、その結婚式をやるってハワイでするって言った時も、なんかその40年前のハワイのイメージが強すぎて、もともと父はそこまで海外が好きじゃなかったので、飛行機とかも好きじゃないし、だから最初はなんか俺はリモートで参加するみたいな感じだったんです。そうだから行かないって言ってたんですけど、なんかある日突然なんかパスポート取ったみたいな、ハワイ行くみたいなことを言い出して、かたくなに拒んでいたのに言い出して、で結局ハワイ挙式が決まって、わたわたと準備をして、まあ、9月の頭に家族両家揃ってハワイで挙式を挙げたんですけど、まあその挙式の話はまた後日なんかお話できたらと思うんですけど、その父が40年ぶりにハワイを訪れたリアクションというか反応がめちゃくちゃ面白くて、めちゃめちゃ気になりますね。お話しできればと思っております。はい、そう、なんかすごい、やっぱりその結論から言うと、めちゃくちゃ気に入ってくれて、今回のハワイ旅行を。で、よかったね。もう本当によかったです。なんか、もともと父がハワイに来たくない最大の理由は、その犬を飼ってて、日本でも本当に子供みたいに可愛がってる犬が2匹いるんですけど、その子、子供たちを置いてハワイに来れないっていう理由だったんですね。で、まあ、なんでその、まあ、それを上回るリーズンとなってウェディングがなったから、まあ、来てくれたっていうのもあるんですけど、まあ、そういう背景があってハワイに来ました。で、だから最初は犬のことを思って結構落ち込んでたんですよ。到着日とかはもうずっと犬のことを考えて。優しい。そう。でもなんかやっぱりそのもう到着した翌日とかからはもういろんな、なんかハワイのいろんなところに行って、なんかすごいポジティブな面、ハワイの40年前よりも今の方がすごい良くなったっていうところをすごい教えてくれたんですけど、まずその何点かあって、1個目がまずご飯がめちゃくちゃ美味しいって、まあ、多分これみんなハワイ旅行にいらっしゃる方もそういう感想を持たれる方多いと思うんですけど、なんかね、こんなにハワイのご飯って美味しいのかっていう感じでした。いろいろね、雰囲気とか天候もね、そう、多分ね、そういうのも全部、あとは家族全員がね、久しぶりに揃ったっていうのもあって、より美味しく感じると思うんですけど、中でも特に、マグロとかエビ、あとステーキが、すごい美味しいって言ってましたね。なんか父はもともとお刺身とかが好きなので、マグロは気になるなと思ったんですけど、アメリカの、コストコとかで買ったお肉をバーベキューして焼いたら、これすごい美味しいって、バクバク食べてました。なるほど。で、あとは父はビールとかお酒飲まないんですけど、基本的に、はい、ハワイのビールは飲みやすいって言って、結構毎日飲んでました。それが意外だった。そうなんだね。ちなみに何を飲んでらっしゃったの？ビッグウェーブが一番飲みやすい。なんか苦味がないじゃないですか。それがすごい好きで、やっぱりそのハワイの気候の中飲むビールは最高だって言って、うんうん、そんな強くないのにいっぱい飲んでました。
怖い。なんか、大変なことになってなかったらよかった。大変。大丈夫。テンション高めでしたけど、ちょうどいい感じになってて、そう、うん。で、あとは、2点目が、さっきも出てましたけど、気候がやっぱりすごいいいから、うん、気持ちいいと。外でご飯とか食べたりとか、外でね、お酒飲んだりするのもすごい気持ちいいから、外にずっといても大丈夫って言ってました。湿気がね、やっぱない。そうそうそう、うんうん。日本だと結構ムシムシする。まあ今最近は多分涼しくなってきてると思うんですけど、うん、ちょうど来た時とか来る前はもうなんかムシムシしてたらしくって、ハワイってこんな風があるんだねとかって言って、すごい喜んでました。確かにカラッとしてて、ね、暑さとか日差しはあっても過ごしやすかったりしますよね。過ごしやすいよね。うん、そう、あとカイルアビーチに連れてってあげたんですけど、はい、うん、初めて海で泳いでいる父を見て、え、そうなの、初めてだったの、見たの。え、多分海で泳いでるとこ見たことないんですよね、私父が。しかもなんか、よく水泳は好きで、日本でも、ジムとかで、あるプールで泳いでるんですけど、うん、なんか海で泳ぐの、多分父もめちゃくちゃ久しぶりだったのが、なんか、うんうん、海はしょっぱいとか言って、そっから、しょっぱいに決まってるじゃんみたいな、でも感想がもうしょっぱい、しょっぱいってずっと言ってました。そのぐらい久々だったんだね。久々だったの、でもすごいなんか気持ちよさそう。でしたね、カイロアビーチで過ごす時間も、うんうん、そっか。でも綺麗なビーチを見たらなんか入っとかなきゃっていう風に思っちゃいますよね。ちなみに私の父と母だけ海に入って、子供たちはみんな、うん、ビーチからそうだったんですね。そうそうそう。しかもなんか、うん、すごい喜んでくれた。ああ、よかったです、うん。で、3つ目が、これは父だけかもしれないけど、やっぱ犬のことをずっと思ってたせいか、お行儀がいい犬が多い。うん、お行儀がいい犬。お父さんならではの視点。でもうちの、2人、チワワとダックスンド飼ってるんですけど、結構なんか、うん、やんちゃな感じで、知らない人見ると吠えたりとか、なんか、まあ、あんまりマナーがちゃんとなんかしている犬ではないんですけど、うん、まあ、ハワイので道歩いてる犬とか、なんかみんな、なんかすごいお行儀がいいねみたいなことをずっと言ってました。確かにあんまり吠えられたことないかもしれない。そうなんですよ。私もそれはずっと思ってて、私の今度でも、うん、犬を、ね、毎日結構見かけるんですけど、うん、なんかすごいお利口な子が多いなっていうのはあって、うんうん、なんかまあマンドラでもないのかなと思いながら聞いてたんですけど、うんうん、確かになんか飼い主をこう引っ張ってなんかどんどこどんどこ行ってる犬っていうのが なんか少ない気がする。日本だと結構、ね、うん、なんか引っ張られてね、あーとか言って、私も犬飼ってた時そうだったから、なんか全然言うこと聞いてくれなくて、引っ張られちゃうみたいな感じになってたけど、うん、こっちの犬って飼い主がなんか、ストップって言われたらもうストップするし、うん、なんか勝手に飼い主の歩調に合わせて歩いてるワンちゃんが多いかもしれない ね。横で並んでるか、もしくは飼い主で後ろを歩いてるかみたいな。うん、なんか、ね、前をなんかずこ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 って行く犬はあんまり見ないなって思って、確かになって思って。確かに確かに、うんうん、でこれはちょっ と今まで気にしてなかった点かもしれないですね。犬のことばっかり考えてた。犬のことばっかり。で4つ目がなんか、はい、みんなやっぱ人が優しいし、あと、うん、なんかそのうちの父は大阪に住んでるんですけど、なんかせかせかしてない、みんななんかこうゆったり時間を楽しんでるみたいなことを言ってましたね。なんか人がいいと、ハワイの人がいいっていうのは、言ってました。まあそこまであんまりその、まあ、お店の人とかなんですかね、あとホテルのスタッフさんとかですかね、まあ対応してくださる方がみんな、なんか優しい方ばっかりで、すごい、ハワイの人はいいねって、優しいねっていうのを言ってました。確かにです。なんか歩くスペースとかもゆっくりだもんね。うん、私なんかよく夫に歩くの早いって言われるんだけど。でもなんか東京に戻るともっと早くなるから、なんか、ね、
流れにこう、なんていうの、うん、乗らなきゃと思って、早くせかせかせかって行ってしまうから、こっちでね、みんなゆっくりのんびり歩いてるし、うん、そういうのんびり感もあるかもしれない。そうですね。だからなんか毎日がすごいゆっくり、そのゆっくりしたペースに感じるって言ってました。なんかこう、平和に過ごせるみたいな。言っていて、しかもあんなに来たくないって言った父が、なんか犬、うん、もし犬を飼っていないんだったらハワイに本当1ヶ月ぐらい滞在してもいいみたいな感じで、すごい気に入ってくれて、ただ1点だけ、うん、あの父がどうしてもあのなんか嫌だったのがトイレ問題、あのウォッシュレット問題で、あのウォッシュレットがそのホテルとかにもついてたんですけど、うん、水圧が弱くてなんか全然機能してないとか言って。なるほど。確かに日本のあのウォシュレットに慣れてると物足りなさを感じるのかもしれない、ね、かもしれないですね。あとやっぱショッピングセンターとかに行ってもないじゃないですか、日本みたいなウォシュレットがついてるところって、ね、あと髪が硬いっても言ってましたね。確かにそれは硬くて、それをまあすごい滞在中ずっと嘆いてて、最後空港で利用したあの JAL のラウンジはすごいウォシュレットも髪も完璧だったらしくて、すごい喜んでました。さすがでございますね。うん、思わぬところで。そんな感じで、もう本当に良かった、もう本当に良かったです。なんか40年ぶりに、ね、ハワイで家族みんなで集まれて、父も楽しんでくれて良かったなっていう、もうお話でした。はい。いい思い出に上書きができて、はい、本当に聞いていて、とてもほのぼのとしました。ありがとうございます。はい、では、今回もお別れのお時間となりましたので、また次回お楽しみにしていただければと思います。聞いてくれてありがとうございました。それでは、バイバーイ。